それでは時間になりましたので定例記者会見を始めさせていただきます。ここからは幹事社さんの方からお願いします。幹事社の宮崎日日新聞です。まずは栃木市長の方から発表事項についてよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。発表事項の前に、ご挨拶申し上げますが、台風14号の大雨災害によりまして、被災をされた宮崎市内海地区の、土砂崩れ、これから3週間を経過したところであります。被災された皆様方には心からお見舞いを申し上げる次第でございます。また早期復興とか、代替交通機関の確保にご尽力をいただいている皆様、さらにはボランティアの皆様方には多大なご協力をいただきまして、この皆様方にも感謝を申し上げたいと思います。また国土交通省宮崎各線国道事務所の皆様には220号の早期復興につきまして、復旧作業が24時間続いておりまして、工事が順調に進んだ場合には10月下旬に全面通行止めを解除されまして、片側交互通行の予定となっております。深く感謝申し上げたいと思います。ただ JR 日南線につきましては復興の目処が立っていないというふうに聞いておりまして、利用者にはご負担、ご不便をおかけしているところでございます。宮崎市としても利用者の不安や負担を一日でも早く解消できるように、早期復興に向けて関係機関と連携してまいりたいというふうに考えております。次に、映像で見られると分かると思いますが、清武町の新町橋の架け替え工事でございます。清武川に架かる新町橋でございますが、幅員も狭く歩道の未設置地域でありまして、これを改善するために11月1日月曜日より架け替え工事を開始するということになりました。新しく生まれ変わる新町橋につきましては、清武町域における幹線道路としての役割を担っておりまして、交通の円滑化と歩行者の安全確保が図られると期待をいたしているところでございます。工事完了を予定している令和6年の3月までの約2年半もの期間でございますが、全面通行止めとなるということから、利用者につきましてはご迷惑をおかけすることに、またご協力も賜りたいというふうに思います。次に、次のスライドでございますが、スポーツの秋ということで、10月に入りまして、めっきり涼しくなりましたが、秋の気配を感じる中で運動会等も開催をされておりますが、また明後日の9日土曜日につきましては、日向サンマリンスタジアム宮崎におきまして、プロ野球ファーム日本選手権が開催をされます。本市での開催につきましては9年連続となりまして、対戦カードにつきましては千葉ロッテマリーンズと阪神タイガースでございます。さらには11日月曜日からでございますが、宮崎市の秋の風物詩となっておりますフェニックスリーグが開催をされます。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のために無観客での開催となりますが、11月1日月曜日までの22日間全108試合、未来のスター選手の熱戦に期待をしたいというふうに考えております。その他にも本市でキャンプをしているオリックスバファローズが再び首位に返り咲いておりまして、またテゲバジャロ宮崎も直近5試合で4勝1敗と快進撃を続けておりまして、第2位に浮上しております。活躍が見られるところでありまして、今後も期待をしております。コロナ禍の中でありますが、新しい日常でのスポーツ観戦を楽しんでいただきたいというふうに考えております。それでは発表事項に入りたいと思いますが、新型コロナウイルスワクチン接種についてであります。本市では接種対象者の7割の方が接種を11月までに完了させるという目標を基本方針に掲げておりましたが、接種に取り組んできたところでございまして、すでに7割の方が
1回目の接種を受けられておりまして、今月中に2回の接種を完了する方が7割を超えるということで見込まれまして、基本方針に掲げる目標につきまして前倒しで達成できるというふうに考えております。まあ、これもひとえに接種にご協力をいただいております宮崎市郡医師会あるいは宮崎大学各医療機関の皆様のご尽力によるものと感謝を申し上げたいと思います。なお接種を希望される方につきましては、お早めに接種の予約を行いまして10月中を目途に1回目の接種を受けていただきますよう、ご協力をお願い申し上げたいと思います。続きまして資料1の3見ていただきますと、最新の方針における接種実績でございますが、10月6日時点で約27万7千人の方が1回目の接種を終えまして、約23万8千人の方が2回目の接種を受けられております。接種対象者35万8千人でございますが、これに占める割合としては1回目の接種を受けられた方が 77.3%、 2回目の接種を受けられた方が 66.4% となっております。なお資料の1の2、3、4のグラフに示しております通りに、接種率及び接種回数は順調に推移をしておりまして、今後の接種数の見込みなどから接種者の8割、全市民の7割の達成を見込めているところでございます。続きまして資料1の5でございますが、年齢区分別の接種率、接種回数でございますが、60歳以上につきましては2回の接種を終えられた方がおおむね 80% から 90% 程度となっております。50代では 80% をこれ超える方が、40代では 70% を超える方が1回目の接種を終えられておりまして、今月中には2回目の接種を完了するということで、それぞれ 80%、70% というふうに見込んでおります。次に資料の1の6を見ていただけると分かると思いますが、接種率の状況でありますが、12歳から39歳までの若い世代につきましては、年齢区分別の接種率の推移のグラフの通りでありますが、1回目の接種率が10代で8月30日については11%、それが急激に伸びておりまして、10月4日の時点では10代で 53.2%、 あと20代30代と 59.4%、 30代で 62.9% というふうに伸びております。まあ、この1ヶ月間で10代では 42.2ポイント、20代で 34.5ポイント、30代で 33.6 ポイント伸びております。若い世代についても積極的に接種を進めてきておりますが、今後も一人でも多くの方々が接種を受けられるよう接種の推進に取り組んでまいりたいというふうに思いますし、またご協力をいただきたいと思います。次に資料の1の7でございますが、第5波における感染者数と2回目の接種率の内容でございますが、第5波におきましてはワクチン接種率が進んでいた60代以上の方々が感染率が非常に低くなっておりますが、接種が進んでない若い世代の方々には感染が多かったというふうに状況となっております。ワクチン接種については新型コロナウイルスの発症や重症化を予防しまして、感染の拡大を防止する切り札というふうに考えております。またワクチン接種がお済みでない方については、ご自身と大切なお方の守るために、ぜひとも接種をご検討いただき、積極的に展開をしていただきたいというふうに思います。また若い世代への接種促進につきましては、チラシの作成や動画の放映等に取り組んでおりますが、
9日土曜日には中心市街地で啓発活動を行う予定といたしております。また接種鑑賞動画の第2弾として手毛羽城の宮崎の選手にご協力をいただいたスポーツ選手戦編、市内の企業にお勤めの若い世代の方にご協力をいただいた社会人編を作成をいたしました。いずれも放映時間は15秒でございますが、本日は完成した動画をご覧をいただきまして、まず皆さん方にはしっかりとご理解を賜りたいと思います。まずスポーツ編でございます。家族を守るため、だから私は接種しました。大歓声の前でプレーするため、だから私は接種しました。思い切ってプレーするため、だから私は接種しました。次に社会人編でございます。自由に九州は行き来したい。だから私は接種しました。大切な家族と自宅前の感染を防止するため、だから私たちは接種しました。自由に旅行したい。だから私たちは接種しました。以上のような動画を流す予定にしております。しっかりとこの動画を見て、接種を少しでも多くの方々が前向きに検討していただければというふうに考えております。最後に予約なしワクチン接種の実施についてでございますが、10月2日に試行的な実施を踏まえまして、10月の毎週土曜日に継続して実施することといたしました。若者の接種機会を増やす一助になればというふうに考えておりますが、接種対象者に年齢制限は設けておりませんので、接種を迷われる方、この機会に接種のご検討をいただければと思います。先週開始しました集団接種等の予約については、予約も受付中でございますが、市民の皆様方におかれましても接種へのご理解ご協力をいただくよう、接種がお済みでない方についてもぜひ接種をご検討いただきまして、10月中に1回目の接種を受けていただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。私の方から表示項でございました。ありがとうございました。まず発表事項に関して、幹事社の宮崎日日新聞から質問させていただきます。予約なしのワクチン接種を、先日施行されて、これから10月の毎週土曜日のお昼にですねやるということですが、まず前回、枠に対しては枠いっぱいは来てなかったと思うんですけども、これ継続を決めた理由っていうかですね、あまりこう需要が多くはなかったのかなという気もするんですけど、継続を決めた理由っていうところを改めてちょっとお聞かせください。はい、やっぱり当日待たれた方もおられましたが、30名の中で14名しか接種ができなかったっていうのは、ちょっと広報の方も準備不足だったかなというふうに思いますが、今後毎週土曜日実施をするということで、しっかりと街頭啓発等もやっていきたいというふうに考えておりますし、先ほど動画も見られたようにまだまだ若い世代、12歳の方々はようやく 50% を超しましたので、これを10月中に 70% 以上にという目標をつけておりましたので、全ての方々が接種ができるように、集団感染を防ぐためにも、また自己防衛のためにもぜひ今後ともですね、土曜日には予約なしで進めていきたいというふうに思います。合わせて試行的な、この予約なしの時は30人枠も設けてたと思うんですけども、この10月の9、16、23、30日については、定員が何人とかいうところは特段設けてないのは、どういう運用のされ方をするのかというのを教えてください。当面はそういう数で進めたいというふうに思いますが、徐々に啓発を9日からやりますので、そういう部分について拡充すれば、極力も
本当に自分の都合で見える方っていうのをですね、しっかりと対応するような状況がこの土曜日にできればというふうに考えておりますので、まあ、増えることを願って啓発活動にも進めていきたいというふうに考えています。そういう数的なところの定員数は設けてないのは、設けてるのか設けてないのかというのは、はい、ちょっと数をまた予約なし接種につきまして、今週の土曜日以降のものにつきましては、定員を設けずに行いたいというふうに考えております。それと、ここには書いてないんですけど、今、小学生あれですね、小学生もいるのかな、小中学生、高校生、大学生、10代の方たちは、平日は学校に行ってらっしゃったりとか、週末は週末で、部活動であるとか、というところで、なかなか、時間が取れそうで大人より取れないとかいう状況もあるのかなと思うんですけど、夜間であれば、接種も受けやすいのかなというところも、保護者の方も夜間であればいらっしゃるんで、そのあたりは、特段今後、例えば今ちょっとやっているのかどうかも含めて、そこを拡充していくとかいう考えがあるのかというところはいかがでしょうか。はい、以前はですね、水曜日も夜間をやってましたが、10月中については、木土日ですから、土日も実施する予定にしておりますので、ぜひそれを利用できればというふうに考えております。ただ10月の31日は選挙がございますので、日曜日はちょっと難しいというふうに思います。で、11月についても、土曜日等については実施する予定でございますので、ぜひ学校が休みの時、そういう部分も活用していただければありがたいというふうに思います。すいません、今の補足よろしいですか。夜間の接種について現在木曜と土曜日をやっておりますけども、皆さん2回目の方をやっております。で、3週間1回目の方やりまして、その後次の3週間は2回目の方ということで夜間やっております。で、それ以降の夜間につきましては、予約のこれまで受付状況と踏まえますと、夜は埋まりがなかなか遅かったという状況もありますので、一旦、昼間の時間帯にまた戻していくということで考えております。すみません、ワクチン接種で、先月あたりだとですね、若者の接種率っていうのが、少しこう伸びていない状況だったと思うんですけど、接種の本格化が始まったばかりだったというところもあるんですが、今現在の若者の接種状況を見て、どのように、市長としては感じていらっしゃいますでしょうか。はい、8月の30日程度はですね、非常に少なかった 11% ぐらいが12歳からということで、この表を見ていただくと分かると思いますが、それ以後やっぱり啓発というのが結構皆さんご理解をいただいたり、チラシを配ったりポスターを出したりっていうことをしました。その流れで、高齢の方々についてはもう相当な数で 80% から 90% まで伸びましたので、若者を集中して動画を作ったっていう状況もありますので、そのことをご理解をいただいたっていう状況があるんじゃないか。で、今現在はもう 50% を12歳以上の方々も、越しましたので、私どもが目標する全体の 70% 以上、全市民のですね、で、対象者の35万7千人ですか。その方の 80% は進めたいというふうに、10月、11月で頑張っていきたいと思います。市の、当初 の、 その目標としては、接種計画の方では、対象の7割というのが目標で、11月というのが、1ヶ月前だしになると。で、新たにこの8割というのは、なんていうんですかね、目指せればもちろん高いに越したことはないと思うんですけども、この8割というのは何かこう理由があったりするんでしょうか。はい、現在の状況が先ほど申し上げたようにですね、1回目の接種の方が35万7千人に対して、
77% まで、来たということであれば、やっぱり 70% より 80% という高い目標値を目指すべきだというふうに考えておりまして、まあ、そのことが本当に安心な日常を取り戻すことができるんじゃないかなというふうに考えておりまして、まあ、ここにありますように対象人口、そういうものに対しての8割を目指せるような状況ができたということで、まあ、医師会の方々のご協力もあり、市民の理解も拡大していったのかなというふうに思っています。で、特に感染の状況がですね、若い世代の感染が大きかった。10歳以下、あるいは20代、そういう部分で 50% を超すというような状況も途中で見られましたので、まあ、そういう危機感もあって、やっぱりワクチン接種は一つの唯一の感染防止対策になるんだという理解も深まったというふうに思います。今お話の中であった、まあ、若い世代の感染が多かったということで、この資料1から1の7ですかね、でまあ、第5波におけるその感染者と接種率の関係というのがあると思うんですけども、改めてこの第5波っていうのを、まあ、いつからいつなのかっていうところと、まあ、ここから改めてこう読み取れることっていうのをもう一度お願いします。はい、日付等についてはまた担当の方で申し上げますが、第5波っていうのはデルタ株の蔓延で非常に急速に量的にも増えた。で、過去にない宮崎市でも93名という一日に発生した状況。それから、PCR 検査等についてもですね、市の対応だけではできない状況がありましたので、民間まで委託をするような状況ということで、本当に困惑したような状況がありましたので、まあ、そのことを考えると、やっぱりこの感染率の高まりというのを通常では考えられない4波と比べ物にならなかったというふうに思ってまして、まあ、そこから私どもも以前からも第5波が来るだろうという予測はしておりましたが、デルタ株によってまた若干若年まで幼児まで感染したという部分と、家族間での感染クラスターが起こったという部分の危機感を持った、その啓発とまた住民の理解も拡大したのではないかなというふうに思います。5波の期間についてはちょっと担当の方で後ほど答えさせていただきます。すみません、ワクチン接種で、まあ、あと1点、まあ、国の方では、まあ、3回目接種の話が出たりしていると思うんですけども、そこに関して市として、まあ、なんかこうスケジュールとか優先順位とかですね、っていうのは、まあ、決まっているのかどうかというのをちょっと教えてください。はい、まあ、今年の当初やりました混乱をした状況から考えますと、3回目という部分ではやっぱり柔軟に対応できるような形をしないといけない。で、国の方もですね、まだ方針が8ヶ月後の接種というのが決まってはおるんですが、いつからというのがまだしっかりと私どもも把握しておりませんけど、やっぱり接種の時期に合わせますと、やっぱりピークが5月ぐらいからでしたので、まあ、その時点に合わせた形で来年度になるかな、来年になるかなというふうに考えておりますが、まあ、それに合わせる、まあ、混乱しない数っていうのをしっかりと医師会等とも相談をしながらですね、推進をしていきたい。まあ、一挙に集中するようなことのないように、ある程度接種券の配布の状況とかですね、それから医師会の体制の状況等も今相談を差し上げているところでありまして、その体制ができた時点で国の方針も、まだ国の方針も新しい政権になったばかりですから、早急にはできたないと思いますが、その準備は今進めているという状況であります。発表事項ではないんですけど、冒頭のご挨拶でありました、台風に伴う大雨に伴うですね、内海地区の大雨被害についてなんですけども、先般国道220号については、まあ、解除の見通しが、まあ、順調にいけばということなんですが、まあ、示されたところです。で、まあ、西南線についてはまだ全く目処が立っていないという状況もございます。で、
こちらについては先日ですね、市、それから県なども、JR の方に要望を出されてましたけども、今後どのようにその、復旧に向けて働きかけをしていくのか、それから代替の、復旧のめどが立つ時期までの代替の交通網の支援であるとか、こういったものについては市としてどういう考えを持っているのかお聞かせください。はい、遮断しているところの部分では交通できないというのが現実なんですが、まず10月下旬には、開通の見込みが立つだろうというふうに、24時間体制で土砂の撤去等もいてやっていただいております。ただこういう天気の状況でですね、極力進めていこうというふうに国土交通省も進められておりますが、まず片側通行になれば、一番問題は、高校生あるいは通学をしている方々に対する対応というのをですね、代替バスを早急に運行していただければというふうに、要望も県と JR と国土交通省あるいは宮崎交通等にはもう要望差し上げたところであります。まず土砂の状況というのがしっかりと目処はつかないとですね、方針が JR でも宮崎交通でも出ないと思いますが、それは永遠情報提供あるいはいただきながら私ども求めていきたいというふうに考えております。そのことをまず実施をしていきたいというふうに思います。生活の部分では、今も小学生あるいは保育園生が大変な状況でありますから、宿舎を提供していただいている方、それからトレジャーボートを提供している方々についてもですね、深く感謝申し上げたいというふうに思います。ただ一般の方が行き来できない状況でありまして、2時間の道路を迂回するような形になりますが、当面それをしっかりと、まず普及を目指すということをですね、前提で考慮していこうというふうに考えておりまして、毎日、情報提供あるいは協力できる部分については協力していこうというふうに思っています。幹事社は特に発表事項はないんですが、発表事項について、他の社からあればお願いします。NHK の一柳です。よろしくお願いいたします。ちょっと重なる部分もあるかもしれませんが、まず若者のワクチン接種についてですね、始まった当初やはり若い人なかなか打ちたがらないんじゃないかという懸念もあったと思いますが、宮崎市は現状ではかなり順調に進んでいて、あと一歩というところまで来ていると思います。こういった若者のワクチン接種への協力に対してですね、市長としてどのように感じておられるか改めてお願いいたします。はい、当初はですね、若い世代にワクチンに対するリスクが高いっていうふうな、噂も流れましたが、私どもはそれを払拭するためにしっかりと、ポスター等もチラシもお配りもして理解をいただいた。また、先ほども申し上げましたが、第5波によるデルタ株というのが若年層に非常に、感染率が高かったという状況がありました。そのことも、危機感を持たれたという状況でありますから、今までとは違う感染経路もありましたので、そのことを十分に私どもは理解をしながら、住民の方々に、積極的な PR もしてきた。それを、十分ご理解いただいた結果が、8月から9月、10月という形で ずっと接種率が高まっているのではないかというふうに思いますが、まだまだ 50% をようやく越したという状況でありますから、今後も積極的に展開をしていきたいというふうに考えております。今、予約受付中の集団接種なんですけれども、はい、今、空き状況とかっていう、もし分かったら教えてください。そうですね、高齢者の方々は積極的に展開をされましたが、まだ若い世代の方々は、予約状況というので、先ほどお話がありました平日にはなかなか行けないという状況もありまして、ようやく全体には全てが埋まっている状況ではないという状況です。数字等については担当局長から。今受けております予約につきましては、
大体半分程度は待っておりますけども、まだ半分ぐらいは空いている状況ですので、ご希望の方はいつでも取れる状況となっております。半分って人数で言うと何人分ぐらいとか分かりますか？市の、サイトで予約を受け付けられるのが集団接種とそれから一部の医療機関になっておりまして、それを合わせた数でよろしいですか？で、今ですね、残りが、約3000ぐらい空きがございます。分かりました、ありがとうございます。あと最後にちょっとワクチンとは別で、先ほど宮西さんからもありました内海の土砂崩れの関連で、今高知海地区に避難指示まだ継続されていると思いますが、はい、これ避難指示の解除というのはどういった基準といいますか、何を目安に解除というふうに現状お考えでしょうか？はい、土砂崩壊の可能性があるということで、まだ10世帯の方々には避難という部分のお願いをしているところでありますが、先ほども言いましたように国土交通省の、土砂の状況というのを見極めるということで、片側通行が解除になるというのが一つの前提になるんではないかというふうに考えておりまして、ただそれだけではなくて、その横の方もですね、エッチ工を入れながら、片側通行のための、土砂崩壊の防止策をするわけですが、その周辺にもまだ、可能性があるということであればですね、実世帯すべてが解除できるような状態にはならないかもしれません。今後の進捗状況と崩壊っていう状況がですね、どう見極められるか、難工事っていうことを聞いておりますので、雨を含むとデータンでありますから、そういう部分では流出をするという恐れがあるのではないかというふうに考えております。そのことをちょっと検討して、協議もしていきたいというふうに考えています。わかりました。以上です。ありがとうございます。その他、発表事項については特段ないでしょうか？発表事項。よろしいですか？じゃあ発表事項以外の部分で、幹事社から、2点お聞きしたいんですが、まず1点目、宮崎市、先日ですね、市議会の方で、夜間中学の設置について、市長も答弁されたんですが、設置に向け、前向きに検討していきたいと。で、教育庁の方も、戦略推進会議に諮って、方針を最終的に決めていくということでした。で、まず1点目が、この、設置主体となることについて、市が方針を決めたのかどうかということで、2点目について、具体的に、いつから開設するであるとか、例えば場所であるとかですね、こういったことについて、今、現状、こういう方針でいきたいということで考えていらっしゃるものがあれば教えてください。はい、8月にですね、県の方教育委員会から宮崎市の教育委員会に対して、夜間中学を宮崎市に設置してほしいという要請がありました。で、このことに応えるということで、宮崎市も戦略推進会議を開きまして、9月の10日に設置しようという方向を決めたわけでありますが、今後もですね、全国でも夜間中学の設置は進んでおりまして、学ぶ機会というのをやっぱりしっかりと提供しないといけないんじゃないかということで、宮崎県内でも宮崎市が妥当だろうということで要請がありましたので、それに応えていくと、うまくいけばですね、令和4年度に基本方針計画を策定をしていきたい。で、その後に、開校に向けて、あるいは設置場所等についても検討を進めていきたいというふうに考えておりまして、教育委員会と私どもと一緒になって、県の、協議も含めながら進めていこうというふうに考えているところであります。以上です。ありがとうございます。令和4年度に、計画
基本計画、はい、基本計画を策定していこうというふうに考えています、はいはい、その後、まあ、設置場所とかを決めていくということなんですけれども、はい、具体的に開設をする、まあ、目処最短ではいつぐらいというふうにお考えでしょうか。そうですね、基本計画を作った後にやっぱりどこの学校を主体とするかということも考えていかないといけないと思います。まあ、利便性もあるだろうし、まあ、将来的に、皆さん方が遠距離から来る人もおるでしょうから、そういうことも考えますと、しっかりとニーズも把握をしていかないといけないだろうと思います。まあ、県内にどれぐらいのニーズがあるかという状況も調べていくということになろうと思いますので、まあ、そのことによって場所とかですね、開設時期が決まってくるんではないかというふうに思っています。まあ、基本計画を十二分に検討していこうというふうに思っておりますので、まあ、以前に夜間中学の勉強もいろいろなところでさせていただいておりますが、まあ、それぞれ地域によって、また、雰囲気も変わってくるだろうと思いますので、十二分に受けられる、教育を受けられる方々のニーズについても検討していこうというふうに思います。基本計画のちょっとまあ中身について、まあ、詳細まだあれだと思うんですけど、はい、例えばこの中で、設置場所、まあ、今先ほどどこの中、まあ、どこの学校を主体にするかという話だったんですけどもとか、この、開設の時期とか、こういったものについて、まあ、スケジュールもこの基本計画の中で示していくというふうな理解でよろしいでしょうか。はい、まあ、そういうことになると思います。まあ、先ほど言いましたニーズによってですね、希望も違うだろうと思いますし、まあ、先生の体制とかそういう部分な基本的なものも決定していかざるを得ないということで、全体の把握をしながら、まあ、検討調整をしないとですね、まあ、宮崎市だけの人たちを対応するわけではありませんので、うまく県内で網羅できるような状況というのを考慮して、まあ、時期と希望とか解説っていうのがどういうふうな体制になるのかっていう、まあ、職員体制も検討調整しないといけないだろうと思いますので、まあ、そのあたりを考えていきたいと思います。ありがとうございます。それと、もう一点、先般ですね、動物園、宮崎市動物園の、まあ、改修の構想について、まあ、報道したところだったんですけれども、こちらが、まあ、時期は定めていたいんですけども、おおよそその総事業費が52億円ぐらいかかるというような見込みも、出されているようです。で、先日、市議会の方でもですね、この、まあ、動物園の将来像について、どういうふうに、まあ、市が考えているのかといった趣旨の質問もありました。まあ、動物園、非常にこう、市民に愛されている施設で、まあ、子ども連れの方、私もなんですけども含めて人気の施設でもあります。まあ、非常に関心の高い部分かなと思うんですけども、市長としてはこの動物園の改修について例えば他県の事例を見ると、まあ、年次的に、まあ、例えば後期を1期2期3期とかに分けて改修事業を、まあ、かなり長期のスパンでにはなるんですけども、一応計画的に行っているようなんですけれども、改めてこの、まあ、優先度はつけているものの、まあ、いつぐらいまでにこれを整備するっていうの目標っていうのは今のところ立ってないと思うんですが、そういった目標を設定するお考えがあるのかっていうのについてお聞かせください。はい。動物園の基本構想については52億円の見通しということでありますが、まあ、今年が開園50周年になるということで、まあ、記念行事、公演等もやろうというふうに計画をいたしておりますが、やはりこの50年間の中で老朽化している施設っていうのが相当ありまして、チンパンジー等の園舎をまず改修をして、今までにない展示の方法を変えたというところが一番老朽化した、また個体が多いという状況でですね、全国にもアピールするような個体だろうというふうに回収したわけでありますが、まあ、その後は観覧鏡をですね、要するに見て、回遊しながら見ていくところの上から見れる状況の老朽化が非常に激しいという状況が一つあります。それから、いつもご指摘をいただいておりますが、遊具についてですね、市の持ち物と
民間が持っているものとの差っていうのもありまして、この回収ができない状態っていうのを今後早めにやらないと、子どもたちに一番楽しみな遊具っていうのはこれはまた急ぐべきではないかな。また危険性を伴うものについては早めに回収すべき、回収か新設かっていう状況になると思いますが、まあ、そういうことを考えていきたい。で、全体の構図としてはですね、高低域の時、あるいは鳥インフルエンザの時に、動物園と、動物がいるゾーンとですね、遊具、あるいはプールのあるゾーンとの区分けをする必要があるんじゃないかっていうこともありました。で、まあ、感染症が、出ると、動物園自体が全面で休止になります。ただ、遊具とかプールについては、まあ、季節感もあるんでしょうけど、そういうのは、ちょっと区分けすると、開園の方法等も変わってくるんじゃないかっていうのも、私自身は考えているわけですが、今後の基本構想の中で、まあ、利用しやすい、あまり、社会情勢に、まあ、ウイルスをですね、そういうのに影響されないことも考慮していくべきではないかというのが、まあ、50周年の記念の時にしっかりと見出していく構想を出したというところでありますから、まあ、やっぱり県内に一つしかない動物園、そういうものを、しっかりと提供するような努力は、基本構想発信をして基本計画に行きたいというふうに思っています。まあ、先ほど申し上げられたようにですね、いつどういうふうにっていうのは今まだ決まっておりませんが、まあ、この50周年を機に計画を前出し、倒しに進めていかないといけないのかなというふうに思います。わかりました。思いはすごく伝わったんですけれども、ぜひその、まあ、他県を見るとですね、10年、20年、30年スパンとかで、まあ、大体このエリアはこの10年間で整備しますよとかいう計画を立ててらっしゃる自治体もまあ中にはあるんですけども、そういった年次的な計画、まあ単年度でこの52億円をゴンとつぎ込むとかですね、5年間でゴンとつぎ込むというのはなかなかこれは難しいと思うので、まあ、そういう計画的な整備っていうのは必要になってくるのかなと思うんですけど、そこの目標、まあ、最終的なゴールっていうんですか、そこを設定する考えがあるのかどうかっていうのはいかがでしょうか。はい。まあ、以前にもですね、部分的な回収というのは、先ほど申し上げたような話をしていましたが、まあ、これを機に、やっぱり部分的な部分、内情じゃなくて、全体構想というのを、しっかりと、計画性を持って、財源措置っていうのも考慮しながら、年次計画を立てていく。これが基本、構想から基本計画に入っていくのかなというふうに思ってますので、まあ、いろんな投資環境もいっぱいありますけど、やっぱり子どもたちのニーズに合わせた形っていうのは、構想を出した以上はしっかりと皆さん方にお示しをすべきではないかなというふうに思ってます。で、今市長も言及されたところで、まあ、遊園地、まあ、遊具のところでですね、まあ、昨年来、事故とか故障が相次いでいるというところもあるんですけれども、まあ、ここを含めて、まあ、構想の中では、構想というか、今回のリニューアル計画の見直しの中では、観覧車の設置であるとか、一部ジェットコースターのような施設を作ったりとかっていうのも、まあ、計画の中には入っておりました。これについては、まあ、遊具の故障があれだけ相次いで、まあ、そこの回収もあろうかと思うんですけども、どういうふうに市長としては整理していきたいのか、ここは一回、まあ、担当課に取材した段階では、まあ、ちょっと見直しがかなり必要になる部分なのかなという言及があったんですけども、そこについてはどういうふうなお考えでしょうか。はい。日本立てで行かないといけないと思うんですね。遊具と、動物の獣舎ですね、こういうのもしっかりとやらないといけないっていうことで、遊具だけ先行するような形じゃちょっと困るんで、まあ、両方を併記した形での基本計画っていうのを立てていかないといけない。まあ、それも予算規模で52億ですから、まあ、1、2年でできる問題ではないということで、まあ、長期にわたるけど、回収で利用しやすいような状況というのをどういうふうに見出していくかということが必要ではないかなというふうに思っています。ただ、
一番最初に必要なのはやっぱり遊具のですね、今危険なものっていうのはもう撤去せざるを得ないという部分も来ておりますので、まあ、そういうところから手をつける。ただ今の配置でいいかどうかっていうこともですね、ちょっと若干検討はしないといけないのかなっていうふうに思ってます。で、観覧車とかジェットコースター、まあ、大規模になると思いますので、まあ、これも、大きいものでは、まあ、数十億かかる話も聞いてますが、そこまで投資ができるのかなっていう部分の、まあ、財源の問題も含めて検討するっていうのが、まあ、早急にやらないといけないだろうと思いますので、まあ、ここ 1,2 年で基本構想から計画に進めていきたいと思います。構想から計画にということですけど、まあ、このリニューアル計画そのものは、まあ、今あるものなので、これをより詳細に、なものにしていくというのは、そうですね。まあ、基本計画に行きますと、実施計画まで行きますと、予算っていうのがどういうふうに配分出るかで、規模、それから、施設の内容も変わってくると思うんで、まあ、そのあたりはですね、まあ、概算で基本構想を出してますんで、そのあたりの見極めっていう部分を、具体的なものを出していかないといけないかなと思ってます。それから、今、市長のお話の中で、危険な遊具については撤去も考えないといけないということだったんですけども、具体的にその、まあ、今止まっている遊具って4つあるかと思うんですけど、撤去を決めたものがあるのか、もしくは何か考えているものがあるのかというのはいかがでしょうか。撤去を決めないといけないのはですね、基礎的な部分での腐食等が進んで更新できないものっていうのもあると思います。そのあたりをやっぱり最優先で撤去したいっていうふうに考えておりまして、まあ、いつまで置いても再利用できないということであれば問題なんで、そのあたりからまず現物をどういうふうに処理をするかっていうことの、順序立てた計画をしていきたいというふうに考えています。最後に財源の話もしていただいたんですが、かなり、まあ、多額の費用が、まあ、全てやった場合にはですねかかるということになるかと思うんですけども、まあ、財源の確保の仕方、なかなかその国の、例えば補助金とかをこれ当てにできないという部分があるというふうに聞いてるんですけども、具体的にまあこういうふうに財源を作っていく、まあ、なかなか一般財源からひねり出すというのはかなりまあ市の財政からしても難しいのかなと思うんですけども、まあ、なんか具体的に今考えてらっしゃる方法とかがあればそこも教えてください。まあ、本当中期財政計画というのも見直しをしながらですね、まあ、圧縮、記載の圧縮額、それから、基金の確保、こういうものをしっかりと見出して今おりますが、その中でコロナの中での基金の活用というのも出てきておりますので、まあ、そのことを考えると、中期財政計画で新たに投資をする環境がどれだけあるか、まあ、次年度に向けてしっかりと検討も今各部局でやっていると思いますが、そういうのを見極めてですね、どれだけ動物園に転換できるような財源があるのか、まあ十分積極的に展開しないと難しいと思いますが、新たな事業として取り組む財源というのを見出さないといけない。まあ当然補助金も記載も少ないと思いますので、一般財源で活用する方法が一番ベタという状況になるかもしれませんが、全体がそれで圧縮をされるようなことのないようにですね、柔軟な投資環境というのを見たいとは思っております。まあ、どれっていう状況では今話ができませんが、すみません、1点確認なんですけども、先ほどの夜間中学の話で、まあ、先月のですね、一般質問の時には、まあ、夜間中学の設置が検討段階だったと思うんですけども、それも設置する方針固まったっていうことでよろしいんでしょうか。はい。一応、県の方から要請があって、宮崎市にぜひ設置をしてほしいっていう話でありましたから、教育委員会と、まあ、市公側と一緒になって決定をさせていただいた。まあ、そのことによって、基本計画
を今から作っていこうという方針になったということであります。はい、ありがとうございます。発表事項以外の部分で、幹事社以外から質問があればよろしくお願いします。毎日新聞の一宮と言います。ありがとうございます。最初の、質問テーマのところでも質問があったんですけど、宇宙海地区の土砂災害に関連して、それに伴う空き家の問題についてちょっと質問させてください。9月末に MRT さんが宇宙海地区の、青島24区っていうところ の、うん、斜面のところに、大きな空き家があって、それが大雨の影響で、ちょっと崩れかけてるっていう報道をされてて、ちょっと僕も昨日それを見て現場に行ったんですけど、大規模にこう廃墟になってて、それが崩れかけてるっていう、で結構パッと見危ない状態かなっていうふうに個人的に思ったんですけど、地域の方もちょっとそこが不安で、市もどうにかしてくれないかっていうお願いはしてるっていうことだったので、昨日ちょっと担当の部署には聞いたんですけど、改めて市長にお伺いしたのが、市としてそのなかなかすぐに手をつけられないっていう事情もあるかと思うんですけど、危機がちょっと迫ってる感じもあったので、どういうふうに対応するかとか、何かお考えがあれば聞かせてもらっていいですか。はい、私も現場に何度か足を運んでるんですが、現在の状況でいきますと、本当に、家屋の倒壊っていうのもありますし、のり面崩壊はないというふうに見ておりましたが、まず特定空き家に指定をしながら、やっぱり撤去ということを積極的にお願いをする。で、最終的には強制施行もあろうと思いますが、規模が大きすぎるという部分で強制施行は難しいんではないかというふうに思います。ただ、所有者っていうのが、私ども把握をしておりますので、そこに向けて、協力をお願いをするしかないかなというふうに考えております。で、当然ですが、周辺の住民の方々、それから夜間に若い人たちが徘徊をするというような話も聞いておりますので、こういう防犯についての対応も、これは別途やらないといけないのかなというふうに思います。まず空き家を撤去していただくことを努力をしていくことは思っておるところでございます。で、ちょっと宮崎市以外のこの空き家とかの問題をちょっと取材しているんですけど、もちろんまずはお願いベースでこう所有者が分かればお願いしていくっていうのが基本的な行政の立場だと思うんですけど、あれだけこうちょっとなんかガタガタってなってる状況だと、そうも言ってられないっていう思いをなんか住民の方も持っているみたいで、以前からもちょっとどうにかしてくれっていう話はあったらしいですけど、今回みたいにも崩れかかって、一旦こう一番崩れたってなると、このお願いベースだけでなんか続いてたら何があるかわからないとかっていうなんか不安を持たれてたので、なんでしょう、その策をつけるとか、なんかそういう一時的な対処って市がするのって難しいんでしょうか。はい、道路の遮断をするということもちょっと考えました。しかし、そこには民間を、一般の方々も入っているという状況と、あの中にですね、工事業者の方々が6名ぐらい入っているというので、ちょっと長屋的な建物があるんですが、その中、ちょうど上っていう横にですね、やっぱり崩壊しそうなところもありまして、そういう人たちがいる中で撤去ができるのかっていう、こう、ちょっと複雑な状況もありまして、ただ周辺については、やっぱり撤去の方向づけをしっかりやらないといけないんじゃないかということで考えておりますので、今後、永遠にですね、担当の方と打ち合わせしながら、所有者には積極的に今後やらないといけない。今回の災害を含めますと、なお一層危険度は高まるというふうに考えておりますので、理解をいただく努力はしていきたいと思います。お話でちょっと分かりにくい部分があったんですけど、こう柵とかを、同僚遮断してやろうとしたっていうのは一応検討はしたけど、近くに、なんていうんでしょう、空き家に住んでるんですか、長屋。従業員の宿舎だったと思うんですよ。そこに今も6名ぐらい個室に入っておられるということです。はい、ちょうど、
一番上からすると下側に見える建物があると思います。ウェディングとかするような の下の方ですね、はいはいはい、部屋がありますけど、はい、入ってるんですよね。だからなかなか手をつけづらいなっていう現実はあると思うんですよね。ただそれはもう先ほど言いましたように、壊れそうなもの等については積極的にお話をしないといけないのかなというふうに思っています。 その方たちにちょっと一旦出てもらうとかっていうのもそれはどうでしょうかね。それは所有者が入居をさせているという状況ですから、まあ、行政が保証ができるかったらちょっと難しいと思いますので。分かりました。それ以外の建物の、見晴らし台とかについては相当崩壊が進んでいる状況ですから、まあ、そこあたりは努力をして撤去していただくということを考えないといけないと思います。分かりました。で、最後なんですけど、やっぱりあれだけ大規模なので強制執行するのは難しいっていう、これはやっぱり現状はやっぱりそういう状況は変わらないんですかね。そうですね。まあ、最終的に強制執行ってなると行政負担っていうのが出てきますので、まあ、そこあたりが厳しくなるのかなと思います。なんかいくらぐらいかかるとかって今。いやいや、それはまだありません。 ありがとうございます。その他、質問がある者はございませんでしょうか。なければお返しいたします。ありがとうございました。以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。